おはモーニング。夏はつい買い物欲が止まらなくなってしまって、また新しい T シャツを買ってしまいました。坂村です。可愛くない？にゃんこがビール持ってんの。シャッケさんに似てる気がしていて買っちゃったよ。このヒステリック猫 T シャツとか、これ何回か着てるかな。半長 T シャツ着たな。あとね、これも一目惚れして買ってしまった古着の T シャツ、ハーパンも買ってしまいました。後ろの花柄の刺繍もいい感じ。やっぱり夏は、まあ、こうヘンテコな T シャツもあるんだけど、何枚 T シャツを持ってるかで快適度全然変わるんで、人生変わります。というのを散財の言い訳にさせてください、ペコリ。まあ、そんなこんなでちょっと節約しないといけないなっていう気持ちもあるので、まあ、これからね、業スに行ってできるだけ財布に優しい食材集めてこようと思います。行きます。たくさん買っちゃいました。車がないとさ、腕が引きちぎれる。けど私は負けません。これ幸せを運んでるってところあるんで、筋トレにもなりますしね。靴がなくてスパムのサンダル履いてるのに、靴下は福岡っていう意味不明さを極めてます。ただいま買いました。今回もちゃんとね、ビールは買ってきてます。最強コスパなんで。よいしょ。全然ぬるい。今回ね、やっぱ業務スーパーの冷凍コーナーってめっちゃ涼しいじゃないですか。今の季節避暑地みたいなとこあるから、ちょっと居座って涼しいなってしてると、なんかいろんな商品目に入って、あーこれいいな、あこんなの出てたのみたいな、次から次へと出て、こうやっぱりカゴに入れてしまった結果、業数なのに6000円分くらい買ってしまった。豪遊すぎません？この豪遊のじゃん、焼き鳥ネギまぐし50本入り。これ1ヶ月くらい生きていけるよ。とポロポロうずら卵フライ、これ買ったの初めて。大盛り牛丼3食入り、なんかちょっとネットで話題になってた。マグロのたたきとたくあん、これでトロタク作ろうと思ってまいります。これも最近ネットで話題になってた台湾大根餅。台湾大根餅って何？業数でキャビア買ってしまいました。キャビアすごいよね。これも後でレポします。デザート部門は結構でっかいサイズのパックケーキ、モンブランと新作のプリン。でっかいよね。このサイズで300円しないの。顔でかすぎて比較対象になるんですけど、めっちゃでかいんです。伝われ感じで、まあこれもね、紹介してる間にも刻一刻とは回答始まってるんで、急いで冷凍庫にしまおうと思います。夏はね、時間との勝負なんで、急いで冷蔵していきましょう。ちなみにこれはフルーツ界の肉と呼ばれてる謎フルーツ、ジャックフルーツとドリアンもあるんですけど、ちょっと置いてもらいましょう。よし、入れてるかも。こんまり力を試されるんで。来た。今すぐ飲みたい、どうしようと思ったら、そういえばさ、冬にクーパークーラーっていう飲み物を一瞬でキンキンに冷やしてくれる装置買ったじゃんと思って。冬に買ったからさ、全然使わなかったんだけど、ようやく使い時来た。すごくない？冷蔵庫の90倍早く冷えるらしいので、もうこれ実質南極です。設置して、閉じて、缶とかワインとかボトルあるから缶モードでくるくるしていきます。じゃあ、くる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 回って、さっき押してもらってます。くるくるくる、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 くるくる。すごいよね。本当に一瞬で冷えるから。夏とかってもしかしたら誰かにキャンプ誘われるかもしれないでしょ？キャンプとかバーベキュー。その時にこれ持ってったらめっちゃ人気者になれると思って買ったんだけど、今のところバーベキューの予定も何もないです。お、待った。これ一瞬すぎるかな？ 1 分くらい？めっちゃすごいんですよ。キンキンなの。伝わる？キンキン冷えて上がるー。感じのキンキン具合。しかもさ、あんなにぐるぐる回ってたのに、全然大丈夫なの。ほら。じゃあ、何枚かね。革命です。パンパン。冷た。なんならそこら辺の自販機とか、コンビニの一番手前にある酒よりも冷えてるまでもある。やっぱり、業スのビールというか、発泡酒は、めっちゃ飲みやすいし、苦味もほどほどに抑えられているから、グビグビいけてしまって、危険です。みんなも一回に一台クーパークーラー買いましょう。1日目これからいろいろお料理する前に、普通にお腹空いちゃったんで、朝兼昼で鶏そぼろご飯食べようと思います。これが300円の鶏そぼろご飯なんですけど、すごい結構量ありますね。重みがずっしりしてる。業スのお弁当はね、普段あまり食べることなくて、OK ストアでよく買って食べるんだけど、ほぼ初なのかな。記憶喪失あるあるなんで忘れてるだけかもな。やだ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 、掃除機めんどくさいの3秒ルールです。うん、うん、結
構甘い。子供が好きな2食丼だ。私もそぼろご飯めっちゃ好きだったんですよ。お弁当の時とか、学校給食とか。でもさ、記憶を辿っていくと、2食じゃなくてね、3食いたんですよ。もう、なんだ、緑の枝豆の皮をプラプラに乾燥させたやつ入ってませんでした。これスナップエンドなのかな？あれ、米のおかずにならないなって個人的に思ってたんで、なんでうまいんだよって毎回思ってましたね、ちっちゃい頃は。最近こういうそぼろを見かけるたびに、卵いるけどその緑の入ってるケース少なくて、地元だけだったのか、絶滅危惧種になっちゃったのか、どっちなのかよくわかんないですね。みんなのどうだった？入ってたよね。うんうん。りゃりゃ、ぽんちゃん、ぽんちゃん。今は焼き鳥を温めております。できました。焼き鳥、味ついてないみたいなんで、マキシマムかけようかなって感じです。味濃いめ好きなんだね。もちろん合わせるのは、麦うまー。はい、いい音だ。乾杯。カイジセットの完成ですね。これ実際に、私、カイジ店行ったお話したじゃないですか。地下帝国豪遊セット。カイジの豪遊セットがあったので、焼き鳥にビール、ポテチみたいな。行数も、50本入りの箱からひょいひょいって出して、レンチンしてるの見たんで、同じです。結構サクサク食べれちゃいます。一口でもね、全然いけるくらいのサイズ感なんで。味は、焼き鳥感みたいな肉感に、レベルとしては冒険の書開いたばかりなのかなっていう感じの焼き鳥の味してます。何者かまだ分かりきってない感じ。結構ね、社会人時代とかは、この焼き鳥に貴重なタンパク質を補っていただいたんで、感謝の念は忘れられません。うんうん。焼き鳥にビールといえばね、キャンドゥで夏限定なのかな。ビールグッズがたくさん売っていて、買ってきちゃったんだよ。今見せるね。じゃん。めっちゃ買ってしまった。ビールのメモ帳でしょ？可愛すぎて2種類買っちゃった。ビールのエコバッグ。これは100均なんで、たくさん買っても大変なことにならないです。かわいいよね、ビールのエコバッグでしょ？あとこれちょっとね、お金とかを入れておけるクリアポーチもあったり、ポーチ付き付箋がまたまたこれまたかわいいの！ビールと枝豆と、あとね、ちょっと書きやすそうな、もうちょっとちゃんと実用性がありそうな2パターンあって、これもう2種類買っちゃいました。これも靴下あったんですよ。くるぶし靴下があって、もうそれめっちゃ欲しかったんだけど、売り切れていました。人間なんですよね。マスキングテープ。これどこに使うかわからない。ジッパーバッグ。多分こういうのに手作りお菓子とかを入れてみんなに配るんでしょうね。何を入れるか決まってないんですけど。まあ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 。買うでしょ。最後に、じゃん。このポーチです。これめっちゃ使い勝手いいでしょ。ちょっと透明な感じになってるんですけど。2種類あって買ってしまいました。もうこんなに買っても1000円くらいなんで。まあ、こんなに可愛いなら、OK です。うん。二日目。おはようございます。寝坊して余裕でゴグです。今日なんかもうお腹空いたから、行数で買ったマグロたたきと、スライスの目カツオたくあんとかを使って、ネギトロたく巻きを作りたいと思います。どうせ、ご飯は炊くのめんどくさいんで、砂糖のご飯で省略します。人生近道も大事なんでね。あ、でも、ちょうど寿司の子があったのよ。言い訳させて。うん、佐藤のご飯とかって、水分量が結構多いじゃないですか。だから、寿司の子を入れると、余計ね、酢とか入れてシャビシャビにならないし、その酢がちょっと水分を吸って、いい感じに固まるんじゃないかって、私はまあ予想してるんですけど、実際海外でお寿司とか握るとき、まあそんなケースないと思うんですけど、佐藤のご飯と寿司の子持っていくと、ちょうどいいシャリがなんかね、これ1個で10貫作れるらしいよ。ユッケの食卓です。混ぜます。酢飯を混ぜ、噛んじゃったよ。もう混ぜてたらさ、絶望が起きました。味見。うん、ガホカのおむすびに添えてほしい。うまいっす。この時点でうまいからもうね、うまいもんとうまいもん掛け合わせたら特上のうまさしか生まれないわけよ。これまではお惣菜コーナーで寿司みたいな出来合いのものばかり購入していたんですけど、最近は今みたいにマヨネーズを少々入れます。アレンジする余裕というか余白のようなものを楽しめるようになって、少しだけ成長を感じます。もううまそう。海苔って期限いつまでなら耐えなんだろうね。こんな紙素材の海苔
初めて見た。社会人時代初めて初任給で豪遊したのも業務スーパーだったなっていうのを思い出しました。できました。日が暮れたけどお昼ご飯です。お寿司には抹茶サワーを添えて。私はこうしてアラサーになっても今も業数で6000円もね奮発して買っちゃって、今日は宴だーみたいなことしているんですけど、同級生の今もちゃんと OL として働いている友達は成城石井とかちょっとお高いスーパーでよく食材を買っているみたいで、醤油つけ忘れてた。だからなんかちょっと足りないなと思ってた塩味が。昔は一緒に業務スーパーの安いつまみ買って一緒に飲んだことあったりした友達なんですけど、最近はやっぱり子供ができたとかで添加物なんかも気にしているみたいなんですよね。だから最近どんなところで買い物するのとかいう話の時に、私は業務スーパーとか今でも全然マック爆食いするわみたいな話した時に、え、昔ならいいけどさ将来とか大丈夫なのって同情されてしまって、やっぱり人生歩んでいるうちに確実にズレみたいなものが生まれてしまってたんだなっていうことを実感させられました。ごちそうさまでした。デザートあるんだった。新作のおプリンさんです。どうやったらカゴの中にポイポイ1個1500円するチーズとか、もう2000円くらいする桃とかを放り込めるようになるんでしょうか。スイパラよりスイパラしちゃってる。うん、結構重くて食べづらいかなと思ったんだよね。だけどこうペロッといけるくらい意外とあっさりしてる。イチゴも酸味も効いてるし。別に自分の生活を否定するわけじゃないんですけど、みんながどんどんあまりにも変わっていってしまうから、ちょっと自分だけが変わらないことに不安を感じてしまったりするこの頃です。好きなもんは好きだからずっと同じものばかり食べちゃう。なんで今はこれ新作のプリン食べてるんですよ。カゴの中に入っている借景ねえ知ってる？この世の中には1900万円のシャネルの買い物カゴで買い物をしている世界線があるらしいよ。今夜の晩食は皆さん気になっていたであろう業スのキャビア。キャビアって何のお酒合わせていいかわからなくて、多分ワインとかなのかな。一旦ちょっと夜っぽいハイボールで。お疲れ様の乾杯。鳥サイボールなんだけど、めっちゃなんか割とちゃんとしっかり甘めだからね、飲みやすいんすよ。キャビアを食べます。え、なんか何にも流してないんだけど謎の男の声聞こえない？あ、これさ最近さギガファイル開くと謎にギガ太郎みたいなの喋り出すんだよね。わかる？これちょっとびっくりするよね、たまに。なんかいるみたいな本怖気分になっちゃう。見えますか？こちら業スのキャビアデイス。カラフトシシャモの卵使用って書いてあるカッペリンのキャビアです。なーに？隙間からなんかダイレクトアタック受けてる。あー怖い。もうシャイニングだったよこれ完全に。それではいただきます。こんな感じです。うん、思った以上にプチプチ感が、プチプチキャビアっちすぎて ASMR みたいになっちゃいました。うん、若干甘い、甘い気もする。確かにシシャモのキャビアって言われてるだけあって、学校の給食に出てきたシシャモの卵のあのプチッと感に似てるかもね。ねえ、この200円台のキャビアさ、よくよく見たら着色料が青1、赤102、黄色5。めっちゃ着色料入ってる。シシャモこういうキャビアっぽいね、色をした卵を持っているシシャモもいるというわけではなく、もしかして染めたってことですかね。ん？騙されたかも。でもキャビアって言われたらキャビアにしかね、思えないんですよ。うん。で、肉寿司とかにこういうキャビア乗ってた気するもん。居酒屋の肉寿司とかによく。え、キャビアって何？幻？どんな味なんだろう。私が今まで添えられていてキャビアだと思っていたものってキャビアじゃなかった説まであるよね。もう信用できない。ライアーキャビア始まってます。一度私食べてないんですけど、この業スのキャビア差し入れをしたことがあって、港区3万円の家賃の家に住む岡田さん家に持ってったんですよ。キャビア差し入れですって。そしたらなんかもう岡田さん感極まっちゃってさ、最後めっちゃ号泣してたんですよ。わかるよ。この涙も嘘か本当か信じるかはあなた次第です。3日目。今日は牛丼と、ちょっと牛丼だけだとあれなんで、うずら卵フライも作っていきます。この牛丼が牛丼屋クオリティくらいの美味しさがあるらしいんで、ちょっと期待してます。では牛丼さんを6分レンジでチンしていきます。どうやら揚げ物をするときってピシャーって跳ねて、冷凍とか特にわーっ
くなるじゃないですか、いつも。まあ私だけなんですけど。そういう時にね、おばあちゃんの知恵みたいなので、梅干しと一緒に揚げると油が跳ね上がらなくなるし、あとね、油をきれいにキープできるっていう話を聞いたから、試そうと思います。いってらっしゃい。なんか、雲行きが少し怪しい。梅干しかなんかプス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 ってなってるけど大丈夫そう？梅干しが息してます。クククって生きてるのかもしれない。梅干しすごい勢いでダンシングしてるんですけど、うずらは地に足ついてる感じがしていいのかもしれない。今なんでかわかんないけど、やや口内炎がいるんですよ。ここら辺ね。でね、梅干しを口内炎のところにガーってくっつけると、1分くらい、死ぬ殺してくれー殺そうーみたいな感じになるんだけど、治るらしいの。怖いよね。めっちゃ怖いけど、やってみようかなって。うずらの卵の赤ちゃんがご誕生されました。おめでとう。相変わらずご飯は里のご飯でやっております。なんでいい炊飯器があるのにさ、白ご飯に頼っちゃうんだろうね。そういうとこだよね。見て見て、これ猫の可愛い丼一点物なんですけど、買っちゃいました。また目安存在で、これはさすがに買いです。これは買いです。いやーね、さっきレンチンしてきた牛丼をぶちゃーかけます。いっいっ、うおー、つゆだくです。できた。さっきあげたうずらのコロッケ、さっきのカリカリに揚がった梅干しも食べたんですけど、めちゃくちゃ甘くて、わーってフルーツって思いました。びっくりしたよ。爆発するんじゃないかと思ってちょっと怖かった。こちらが本日の夕飯です。コースはブルドッグで行かせていただきます。これから食べようとしているこの大盛り牛丼、結構ネットではね、絶対買うべきと話題になっていて、はい、どうやら吉野家を超えるらしいんですよ。本当か？お疲れ様です。ってことで早速いただいていきます。ひょいっと。おいしい。うんうん、結構甘い味付け、すき焼きの派閥に近いかもしれないですね。甘い牛丼のうまさにくどかれて思わず浮気しそうになってしまったんですけど、推しの牛めしには届かないかなっていう印象があります。ただこれ家でレンチンするだけで簡単につゆだくの牛丼が作れるんで、手軽さで言ったら牛丼チェーン店超えていくのかなって思ったんだけど、業務スーパーの味付けって結構甘めですよね。食べた瞬間口の中でキッザニアが展開されるんで、だいぶ子供たちが喜びそうな味だなって思います。一方うずらコロッケ、これ本当にサクサクパンダで箸が止まりません。助けてください。気を抜くとポテトチップス感覚で一袋一気に食べきってしまいそうなので、本当に要注意です。痛風製造機だね。ただ最近タクシーに乗っていた時にビジネスパーソン向けの CM みたいなの流れてるじゃないですか。あそこにモーツァルトは目玉焼きを毎日6個食べたっていう謎情報が流れてきて知ったんですよ。なので多分モーツァルトが目玉焼き6個で耐えなら、うずらは普通の卵よりもちっちゃいんでね、 6×10 くらいなら耐えなんじゃないですかね。そろそろあれやっちゃいますか。マヨネーズと一味唐辛子、家で食べるとマヨネーズとかブッチャーかけても許されるっていうのはいいですね。748円で、あと2袋残ってるのえげつなくないですか。仮に1袋1500円とか2000円する牛丼があったら、うわ食べてみたいなとか思ってしまうんですけど、お金をたくさん払うからこそ高望みをしてしまうんですよね。それで裏切られることって結構多いなって気がしていて、一方業数はもともと安いものが多いから、期待値ガクーン下がることがないっていうのも個人的には好きなところです。この値段だし、まあそりゃそうだよな、しょうがないかって素直に受け入れられる、スネ夫にならずに済むんです。年を取れば取るほどどんどん人間のしがらみとか社会の不条理とかお金の嫌な部分とかたくさん見るから、心がギザギザに歪んでいくんですけど、せめてもの休息の生活まで歪ませたくないので、私はこれからも業務スーパーに通ってのびのびたになっていくことを決意しました。ごちそうさまでした。美味しかった。4日目。今日は夜食に台湾大根餅を焼いちゃいたいと思います。だってこれ 100g で98カロリーくらいしかないんですよ。それが多いのか少ないのかわかんないんですけど、多分これ10カロリーゼロです。大根餅って何？怖いね怖いね、あいいいい、あー怖いね。いい感じになってきたのでひっくり返します。ちぎれるの？そんなん聞いてないって。武器チェンジしました。まあ1個くらいね失敗しちゃっても、残りをうまくできればなんとか。よし、勢いさがこう現れちゃってますね。めちゃくちゃいい匂いの大根餅が完成しました。今は1時過ぎなんですけど、餅なんて食っちゃおうかなという気持ちです。あ、でも罪悪感はあるんで、こちらグリーンラベルで行かせていただきます。
乾杯。うん、グリーンラベルうまいな。いただきます。醤油とかポン酢につけて食べるといいんだってね。あ、うん、おいしいですね。これ餅でめっちゃ、うわ、重いな、これやばいなって感じではなくて、プリッとしたなんか大根のかまぼこみたいな、めっちゃ食べやすい。これなら許される気がしてきた。夜中に食べても行数で買ってきたから何日経つんだろう。4日目か。まだ4日しか経ってないのに、あんなに買ってきた食材ほとんど食べ尽くしてるの怖いです。ご飯の消費スピードが半端なくて、同時に日々作ってる酒日記の消費スピードも半端なくてびっくりしてます。多分これ今撮ってるのね、明後日くらいに投稿ですから。やっぱり私、教育枠番組代表として、正義の味方、アンパンマンみたいなポジションで頑張っていこうと思ったんですけど、今私がね、なるべきポジションは、ジャムおじです。はくは。ジャムおじがいなくなったらアンパンマン終わりなのよ。ジャムおじが日々アンパンマンのストック、生首ストックをたくさん作ってるから、アンパンマンうわーってなった時にすぐ新しい顔よアンパンマンって投げられるわけじゃないですか。だからストックを作り続けるジャムおじに私はならないといけないんだなって、日々追い込みから逃れるためにはそうする必要があると思わされます。で、一向にジャムおじになれない私が学んだことがありまして、本当に悪いんですか？本当に良くないんですけど、私が悪いんですけど、締め切りの隠し扉というスキルというか、抜け道を見つけてしまいまして、締め切りって、もちろんそこまで提出しなくちゃいけないんですけど、実際は締め切りの真締め切りが存在するんですよ。フェイクの締め切りの後ろに本当の締め切りっていうものが基本あるケースが多くてですね。裏ボスみたいにいらっしゃるんです。本当の締め切り、隠し扉をさりげなく詮索するっていう技を身につけてしまいました。コソ泥みたいなスキルです。まあそういうスキルと、あとはやっぱり反省しなくちゃいけないんです。できなかった時にはちゃんと反省しないと舐めてんのかって思われちゃうんで。昔学生時代に、まあ、反省してんのかって言われることが多々あって、もうその時から習得を頑張っていたんですけど、怒られた時の反省顔の練習を今も続けてます。うん。乾杯仲間の視聴者さんが私を怒ってるって手でいきます。次からはちゃんとやります。本当にすいませんでした。最後はキリッとした顔で締めるっていうのを学びました、うん、本当に深夜になってしまいました。朝が来そうなんですけど、半分だけ残しておいたモンブランがあったので食べちゃいます。許されるないないね。でね、想像以上にモンブランなの。栗のソースの部分がさ、めっちゃ多くて、いいケーキ屋さんのモンブランとかだと緊張してさ、気が休まらない、集中しなきゃ、集中だって感じなんですけど、こういう方が深夜とかにひょいって食べられてリラックンで好き。そういえばランマアニメ化するよね。声優さんが昔のランマとほとんど同じで、すごいことだなって感動した。5日目。5日目でもうほとんど食べるものがなくなっちゃったんですけど、一つだけまだ余ってるんですよ。もう焼き鳥が。ただね、ちょっともうそのままで食べるのは飽きてしまったというか、味気ないというか、なんか違うんだよなーって、贅沢言うんじゃないよって感じなんだけど、なんか違うんだよなーって胃袋が言ってるんで、ちょっとアレンジしていこうと思います。余った焼き鳥をフライパンで焼いちゃいます。レンチンよりもフライパンで焼いた方がね、うまいってことに気づいた。串から外しました。炒めていきまーす。そしたらね、卵を2個ほど割ります。キャー、殻入ったよ。もうこれやだね。パカーン。ただチャカチャカ溶いていきます。もうこの時点でやっぱ何作ってるか察しがいい方はね、お気づきになられたでしょう。そうです、私は今親子丼作ってます。めんつゆで味付けます。卵をかけます。ちょっと蓋をして待ちまーす。掛け布団。あ、ちょっとね、低い位置で。まあ、ご愛嬌いただきよう。じゃーん、親子丼。かわいいね。熱々です。どうせなんでネギなんかも散らしておきましょうか。気に切れちゃうんでね。寿司の時に使ったおネギです。パラ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 ー。いただきます。
親子丼ってまともに料理で初めて作れるようになったメニューかもしれないですね。なんでかっていうと、学生時代にみんなで集まって料理対決しようっていうノリの会があったんですよ。その時の私は本当に料理スキルがなくて、包丁すらうまく使えなかったんですよ。もう全然今も使えないんですけどね。で、何なら作れるかなって思った時に、親子丼ならいけるんじゃねっていう浅はかな考えで親子丼を選びました。その料理対決は最終的には全員各々で料理を作るんだけど、誰がこれを作ったよっていうのを言わずに伏せてね、お互い食べて投票をしようみたいな、結構残酷な回だったんです。まあ言うてまだ学生だし、男子メンバーなんて全然料理作れないんじゃないのと思ったら、キッシュとか作ってるわけですよ。うわ、これ本当にやばいなと思いながら完成して、まあ料理が並べられてね、私だけとってもんじゃないけど、見た目がぐちょぐちょ、料理ではない何かが出来上がったの。もうちゃんと味見したら美味しかったの。本当に美味しくて、これ見た目はあれですけど、中尾に勝てるんじゃねなんて思ってしまうくらいの美味しい味になったので、実食タイムっていろんな人のね料理を食べていく中で、私の料理だけ誰も手をつけなくて、ネギのシャクシャク感がたまんないっす。最後まで残ったんですよ。もうこれ絶対冷えちゃってるなっていう見た目もしていたし、それにチラッと気づいてくれた一人が、もう冷えちゃって絶対美味しくないのに、腹減ってるからいくらでも食えるわ、バク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 って食べてくれる展開すらなくて、最後まで残ったんですよ。ごちそうさまでした。他の人の料理は結構半分以上消費されていて、最終的に誰が作ったのってなった時に気まずい思いしないように自分で食べたんですけど、やっぱり味は美味しかったの。その恐怖の料理対決以降、プチトラウマみたいなところもあるので、人に料理を作ろうっていう気は起きないんですけど、あの時も今もみんなは褒めてくれやしないけど、私の胃袋だけは、いやお前天才だな、中を超えるぞっていつだって言ってくれるんですよ。たまに肉とか焦がしちゃったりするんですけどね。まあそんな褒めてくれる自分のために、基本面倒くさくて作る機会は少ないんですけど、美味しいものを作ってあげたいなって思います。そんなこんなでたった5日間で業務スーパーのご飯ほとんど食べ尽くしてしまいました。1週間くらいは持つと思ったんだけどな。明日はドンキでね、気になってるフライドチキンの皮だけ弁当っていうのがあるので、それ買ってお昼ご飯にしようと思います。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。業務スーパー2024年夏最新版です。個人的にはやっぱりシシャモのキャビアが衝撃的でした。飲み会とかに持って行ったら結構人気者になれるかもしれない。しかも278円で買えるしね。怖いもの知らずの方はぜひ食べてみてください。ほんじゃあバイバイ。